今回紹介するのは「神々の乱心上官文春文庫」という本です昭和8年東京近郊の梅広町にある月たつ研究所から出てきたところを尋問された若い女官が自殺した特攻家第一係長吉谷健介は自責の念と不審から調査を開始する同じ頃 家族の次男坊、萩園康幸は、女官の兄から、遺品の通行証を見せられ、月に北斗七世の紋章の謎に挑む、昭和初期を有根に描く巨匠最後の小説、松本清張の帝都物語、テレビドラマ、黒川の手帳、毛物道で松本清張に興味を持ち、い々いと読み始めました。社会 なんとなく社会の底辺を行くような暗いイメージがあったのですが優れた作品が多いのに今更びっくりしていますが成長の最後の未完の作品であるこの小説は異色です。皇室に仕える女官が通う謎の組織由緒ある神社の子女の自殺巫女の素質がある家系の末裔の女性皇居で起きるホラーめいた異変 舞台は満州国に移り「なんだなんだこれはあらまたの帝都物語じゃないのか?」と思うほど非現実的に物語は進行し本当に松本清張と思ってしまいました「帝都物語が好きな人なら間違いなく気に入ると思います」かっこ笑いそれに探偵の役どころを演じる旧家族の次男坊。 萩康がいいい味を出しています教養と知識があるのにひょうひょうとして気取らず大事な場面で冗談っぽく義太夫を口ずさんだりして京都の芸儀出身である若い奥様を赤面させたりしますあの時代にしては大変な愛妻家で男性としても魅力的この辺りの粋なユーモアもあ とても松本清張らしくありませんかっこ笑いこの人を探偵役にしてシリーズを書いて欲しかったと思ってしまいました最初に思いっきり書き立てられたこの謎は一体どこへ向かうのかという好奇心がラストに向かうにつれてなんだただそういうことだったのかとやや盛り下がってしまうのが残念ですがネタバレになるので書きませんが未完とはいえ 詳しい解説もついているので結論はだいたい想像できるようになっています成長の移植策と言えると思います以上興味のある方は実際の商品を amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします